うまい。あ、決闘でいいもんよ。刀持ってくんのか、お前。刀なんか持ってくるわけねえだろ。なあ。どうすんだ。分かっとらいる。なるよ、俺は忙しいんだよ、お前。分かった、分かった。冗談じゃねえよ、お前。じゃあね。はい、じゃあ明日な。お経流してるんだよ。え、何？後で言わせた。あと先生、最強！何やったの、この時間は。風呂入りに。何しに行ってたの？風呂入りに来たんだ。いや、この時間に、なんか今、仕事やってるみたいだけど、わかんない、俺。何やってるか、あっちがマジわかんない、本当に。なんかの仕事やってるっぽいけどわかんない、夜の。ちょっとしてたじゃないですか。ちょっとだけ待って、ドライヤー。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、その子もまた鬱とかだったと思うんで、それもあるし、だから出てっちゃった。まあしょうがないか。あ、いいよ、ごめんね。DNA に渡しちゃったじゃん。それが良くなかったと思う、俺は。まあそこはまあいいんだよ、もう2年前だから。今年はちょっとひどくなってて、新庄わかる？新庄。え、新庄？そう、新庄だって去年まで最下位だったじゃん、2年連続辰巳と一緒で。今年結果出してるんだよ、3年目だから。あのアホなカスナミは。カスナミって呼ばれてんの？俺はカスナミって呼んでる。あのカスナミは、もう3年目なのに、全く成長してなくて。毎回なんかその1年目の後も2年目の後も、今年は勝負の年っつって。毎回このざまだ。配信見たことないけど、村まこ。村まこさんが嫌いなんですね。はい、で、悩みなんですか。はい。